最近は家で過ごすことが多くなりました。どうやって過ごしたらいいか困っています。何か良い方法はありますか？童謡を歌ったりだり、お母さんの好きな曲やお子さんの好きな曲を一緒に歌うと心が和みますよ。お母さんやお父さんの声で歌ってあげることがリラックスにつながります。また、お子さんの好きな絵本を一緒に見たり読んであげたりするといいですね。他にはどんな遊びがありますか？身近にあるもので簡単に遊ぶことができますよ。例えばタオルを丸めてボールを作って遊んだり、いらない紙をくしゃくしゃしたり、ビリビリ裂いて感触や音を楽しんだりもできます。身近なものでもそうやって遊べるんですね。お子さんの好きなこと、興味のあることをしてあげると、子供はとても嬉しいと感じ、気持ちも落ち着くと思います。また、一日の中でお母さんお父さん自身がほっとできる時間を持たれることも大切ですね。食事中、食べ物で遊んだり、席を立ってしまい、座って食べてくれません。どうしたらいいでしょうか？食事と遊びをしっかりと区別できるようにしたいですね。なるべく座って食べられるよう、繰り返し教えていきましょう。食欲がないときは、何か理由があるかもしれません。おやつが多かった、または食事の間隔が短い、便秘気味であることなどが原因かもしれません。一日の中でも食べたり食べなかったりがあります。体調の変化に気をつけて様子を見てあげてください。子育て支援センターでは栄養相談もできますか？はい。子育て支援センターでは定期的に健康対策課の栄養士が来所して個別の栄養相談を受け付けています。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、休館となっておりますが、再開しましたら、米子市のホームページや、各支援センターの育児だよりなどでご案内しますので、日時をご確認の上、お越しください。夜、布団に入ってもなかなか寝てくれないのですが。寝つきが悪い原因はいろいろ考えられます。昼間の運動量が少なかったり、お昼寝の時間が長かったり、あるいは何か興奮する出来事があって興奮状態が続いていたり、その他にも原因はあると思います。お子さんの一日の生活リズムから見つめ直すことも大切なことでしょう。どうしたら寝てくれますか？昼間に家でできる体操をしたり、お昼寝の時間が長いようでしたら、早めに起こすことも効果があるようです。落ち着かない様子の時はどうしたらいいですか？興奮しているようでしたら、抱っこして話しかけたり、歌を歌ってあげたり、絵本を読んであげるのも気持ちが落ち着くと思いますよ。大変かもしれませんが、お母さんお父さん自身がゆったりとした気持ちで接してあげると効果的だと思います。布団に入る時間がいつも違いますが、いいでしょうか？布団に入る時間をなるべく同じにすると、生活リズムを作りやすくなりますよ。
子育て支援センターでは引き続き電話での相談を受け付けています。祝日を除く月曜日から金曜日の9時から16時になります。さまざまな相談や誰かと話がしたいと思った時など遠慮なく気軽にお電話ください。